なんだっけ、手裏剣、手裏剣道場みたいなのが解放されたから、手裏剣したいな。手裏剣、どうしました。青森さん。手裏剣がなくて利用できません。手裏剣持ってるんだな。どうぞ、栄養持ってないって、さすがクリオさん。手裏剣道場が栄養できます。手裏剣道場おぉ、ちょっと手裏剣を投げるんじゃない、シェルボール、サインボールをプレゼント。よし、やりましょう。とりあえず練習だな。手裏剣飛ばすと、再生数しか、そういうことね。何が来るんだ、パフーン。あー、スイッチ。はい。カーン。ハンマーで、やるのね。私見ない。あ、でも、行こう。お大名無料じゃん。やった。レッツお大名プレイ。足りない。足りなかった。大名さ、無料で遊べるんじゃ。良いではない、良いではないか。はい、しかわんなかあほい、OK、そい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 、この子やったね。ノーマルモードか、エキスパートやっちゃった。だってゼロトン、ゼロトンで、ゼロ点にすれば、するみたいな感じ。シェル景品をゲット、野球してた頃、あの、なんか、イチローだったら私のサイン好きボール。お前か。サイン、イチローのサインボール。あ、それキャッチボールに良さそう。悪いとこの方で交換しない？はい。わらしべイベントだね、あれ。骨。あんちゃんの大好物。おちびって書いてある。何か入れてますか？骨。骨。おお。あ、あるそうですかね。あれ、しみようかな。なでなで、あ、かわいい、キャムーハート。フリージが入ると、マリオさんよっぽど気に入れたんですかね。触れ合っちゃった。おとなしくて黒い、黒くてかわいいやつはね。マークさーっと黒と白の美少女戦士が戦いそうな感じだね。二重式カラクリ仕掛けだらけの二重式、これがこのカラクリ、あのシャンプー陣出してるけど、今すぐ挑戦しよう。どうしましょう、仕掛けだらけの二重式ですってん、てってってん、無人なんてもしかしてあふれ仕掛けとかいっぱいあるのかしら。最後だらけの謎を解いて忍者の上にかけなきゃ脱出をするんですよ。あ、あれやっぱりバブル持ってるっす。なんかあるならば私たちはもう止められませんわよ。それじゃ行ってきます。お前さん、なんであんなんだ。お屋敷をで、企業交流忍者の上に階段。ワクワクします。うん、はい。上でクリアできたら、私の後ろ忍者になっちゃいますけどね。忍者になっちゃいますけどね。忍者になった。はい、江戸天みたいな。はい、江戸天みたいな。んほい。あー、ほほ。ほい、ほい、ほい、ほい。んリビアちゃんに負けたくないな。ここだ。お。すべてを疑っていけ。ほら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 。
食える。いっぱい出てくる。受ける。いや、多分ね、あそこなんですよ。あ、ほら。いや、はい。はい、引っ張る。ああ。引っ張る。おお。そういうギミック。はい、ここ。おお、くしゃ。広さが多い。おお。ああ、ハック。畳が石だ。あ、マリオとオリビエちゃんもニコリ。そして、ああ、ハックンがまた来る。うわぁ、ヒーヒー。ああ、そういうことね。色が違う。できるっていう。なんとも不思議な感じだ。来てるー。来ないでー。畳が石。畳が石する場所なのかな。もうね、納金で進んできたね。あ、いろんなゲームをね、突破してきた私にとってね。あ、ほら、手当たり次第にやらないと。あ、ハックンいる。ハックン。手当たり次第ですな。ここ忍者屋敷なんだよね。ここにも行けるじゃん。なんかできないかな。おー見てなんか出た。行くぞ、とう。あ、業務椅子です。よいしょ。ちょっと止めます、みたいな。そんな感じじゃないです、最近。緑、永遠の出番手、どうしてこんなとこにルイーさんが、ほっときましょう、あいつ。しかも、いつも話が噛み合わないルイーさんに連絡して噛み合ってる。ルイーしか合いそうだ。これ、あ、これ動かすてき。ほい、ほい、これで。あ、ガラガラ。おー。動いてる。あー、助かったー。あいつどこ行くんだろう。あ、落ちてきた。あれ助かってない。殴ってやんなきゃいけないのか。ルイージーありがとう、お兄さん。助かったよ。そこで兄さん、聞いてよ。ありました。ピーションの指スカム。はい、どうぞ。ホワイトランドのマスターキーや。違う。ピーチ城やない。マスター、このホワイトランドのスタッフルームにやったんだよ。それはホワイトランドのやつだから。ルイさん、いろいろご苦労様でした。あっしも探したら支えましょう。ピーションの会社ない。違う鍵やろ？しまったーって。なんだろうな。いや、ピーチョの鍵このとこにあるわけないでしょや。なんで外にある？なんで外部にあると思った？ピーチョの間にや。あの、いろいろ事情がちょめちょめでって言えば。いろいろしてくれそうだけどな。よいって。うい、正解の道を通らねば、串刺しにされてしまった、これ。他通れない、これだよ。知ってる。団子、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 団子三兄弟、団子。よいしょ。あのボタンなんだろう、すげえ気になる。ボタンじゃなきゃダメかな。すごい邪魔される。何でもできないんだ。あ、キラっぽい投げハンマー。痛い。影でした。ここ行ける。お、行ける。お、じゃれれお前なんなんだろうな。出てくる。よく見つけたな。ははは。やましょうか。うえうえ。うん、なんかいる。ハックンか。あ、ネズミだ。チューチュー。オッケー。ん？オッケー。針の上のネズミを意図しないけど。倒してってる私。よし。ほい、オッケー。あ、あるじゃん。あら、金を塞いでけ。あ、やった。ところどころ 100%。はぁ、落ちてしまった。いけそうだったのに。お帰りはこちらです、みたいな。ん？あ、そこまで。ん？よーって感じ。あ、なんじゃハックンこんだけ量いるとキモいわね。オッケーオッケー。ふーん、マリオが強い。あ、大きな子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 、ちょっと待って。神の手、どこ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 、マーブルに行けちゃう。あ、ここか、ここか、せい顔おーよー、あ
でけ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 いらっしゃい、やめちゃん。普通にお見受け取るわよ、キノコ。ラジオは楽しいぞい。さっき緑の人が走って出てったっすよ。あ、それ忍者っすかね。あんな格好したら焼き目立つと思うけどな。ダメじゃないかな、あの L は。あの L はダメだな。ボブヘイとの話はか。あ、いる、あ、いる。よいしょ、アイマスター、いきます、早期。サムスの被り物とかいつ使うんだこれ。よし、バカとネクスかね。このボブヘイあんまり役に立たない。あ、ひゃーあ、ここで被り物使う系メスロ見たら見せかけなく襲ってくるっす。あった、これでいこう。落ちよせにし。ギュボボ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 。にゃーこれだ。それ、私ですよ。いや、まだ。このもう一応にイケてるやつにしたいけど、気持ち悪い。どうも。じゃあ。怖いな。はい、これかよ。すごいお粗末な感じ。クリボー大好きやな、オリビアちゃん。ドピオ反応なし。開演もうすぐ。タクショー、サクはタクシー、出演みんな、恐ろしいこと書いてある。本日のプログラム、1回スペシャル、2回スペシャル、3回スペシャル、4回スペシャル。スペシャル尽くしじゃないか。ご来場の皆様、まもなく本日の動物公園スペシャルショーが始まりますよ。とっととお席についてください。で私が出演するじゃん。横断させた素晴らしいショー。あー、よくよく縛られてる。ぜひがない。かかって。あ、すごい。ひらすぎません。ここ空いてますよ、みたいな。ひらめさんの横空いてますよ、みたいな。ふふふ。ガクガクソーソー。オリビアちゃん、座れないのにな。ふふふ。助けてくれー。怖い。最後感が。輪ゴムで止められてる。ぐるぐる巻きですよ。20、30に輪ゴムで止められてる。中にメギンカムの逆の声がショーの邪魔なので気にしたよ。いや、メギンカムを開いてやろう、みたいな。あ、間違えた。あ、かわいい。乾いた風が吹き飛ぶ公園のとある街。この静かな街の人々は脅威に怯えて暮らしていた。なんでウエスタン映像でウエスタン。あの恐ろしいな、そんな今日来るのかしら。街に来ては暴れ方で止まったもんで。ならず者って何？あれはならず者ですね。もう、ならず者だね。金目の物をよこせ、よこさないと痛い目に遭うぜ。悪者っすって。来いよ、ならず者来いよ。どっかにあいつを倒してくれる。用心棒はいないかしら。登壇しろと言われる。私が行くのか。空気読んで精神願ってください。やだ。帰る。なりたくない。ちょー。あの、お前は邪魔しようってのか。あ、銃渡された。何か、そういうの、ファイヤーランド、あいつで、意味をせ。あいつが遅いのが、ファイヤーランドに見える。ファイヤー！レディー？ファイヤー！ああしょうがない。よくその位置に敵が。はい。お、え、あったあった。こうしては自分の活躍に平和が訪れた。どうしても悪そう。顔色悪いもん。生意気なヒゲだな。俺とも顔で勝負したな。悪い？はい。お面上に出てくるんじゃないのか。あんたがその用心棒、ダメだ。この時間世話になったな。だが俺は一味違うぜ。どうも。イェーイ。人棒ありがとう。マリオさんありがとう。このためだけにハックンがいるっていう可愛さね。こんなの調子ないより全然違うんだよ。そして、せいのせいに来るよ。今度はちゃんと楽しませてくれよ。じゃあ、2回戦に移動します。
ステージごと上がるの。ステージごと上がるの斬新だね、ここ。お金かかってそうだね。面白い、この子たちが。アゴテープにたどり着けちゃうと思う。ピチピチのキャサリン。みずみずしいキャサリン。やば。ここでみずみずしいキャサリン出てくるのか。生きてる。何気合をつけたの、俺の方だ。私は強い男にしか興味ないわけだから、一番強い男と付き合ってあげるわよ。女心わかりますわ。そうそう、とっても強そうな男がお店にいるの。そこの赤いヒゲ、あのジャンプ残し好き、ダンディーなおヒゲ、あのマリオちゃんに関しては一番強い男って認めてあげる。あげる。もういやー、マリオちゃん来てくれて嬉しいわ。お兄ちゃん、お前がそんな強い男ってやつか。本当に強いから見せてやる、もらうぜ。やろうと思う、相手しやな。おようす。なんでわざわざそこにいた。にゃーん。あー、止めて殴りだけ。ほい。お口ほどにもないやつらめ。なんかやるじゃないか。もうすぐそろそろ終わりだぜ。おやじのグル、誰が一番強いかはっきり決着をつけようぜ。すごい、グラさん。止まってるとき増えばい。これ、これ。一番いいところで止めて倒したの。キャーあ、ちゃんこにされた。やっぱりマリオちゃんが一番強かったのね。お望み通り、付き合って、あ、ゲル。おのふくだろ、おのふく。せつの上すぎて急にしちゃったのね。かわいいんだから。そしたら、バイバイ、いつも連絡して。マリオさん、大丈夫ですか？キャサリンってさ、男だったと思うんだけど。あんな綺麗な人と、私ちょっと恥ずかしい。みんな男だったんだよ、登壇したの。私、ヒョロヒョロヒョーダによる自由なステージをお楽しみください。バリー白鳥の湖だ。いや、白鳥をつけてて欲しかったな。すごい、綺麗。白鳥の湖なんだけど。え、行けと。空気読むもクソもないんだけど、読めないんだけど、話の内容も何もないのに私登壇しなきゃいけない。うまい。やっすごい。やってんね、マリオ。素晴らしい。おお、即興で入ったにもかかわらず、なんで素晴らしい動き。さすが。さすが世界のスーパーマリオ。おお、重い。おう。バトルになるね。一旦どうすればいいだけだこれ。当たるか。当たりたいから。よくある。やりましたよみたいな。マリオは踊りも踊れるっていうの分かったね。私はバレエのバレエが踊れるっていうの分かった。マリオはバレエ経験があった。白鳥のマリオとか。さて、本日のスペシャル公演、ついにフィナーレです。なんかあの図鑑っぽい。ありがとうございましたみたいな話か。みずみずしいキャサリン出てきた。あ、本日の主役マリオさん、選手どうぞ。イエーイ。いや、主役マリオ、主役これ私なんだよ。んお、これを思い出した。うわ、こうもやばい、もうなんだかわかんない。男役さんみたいな声聞こえる。
小難しじゃないの。あなたが主役ですって怖いね。歌い方がうんむずかみたいだった。ちょっとかっこいい登場でしたけど、主役はどうか見るのステージでかいせいしたマリオさんですわよ。ちょっとステージマリオさんもまた見ますわ。全部あなたが仕掛けたの。人をぐるぐる負けにして潰すタイプの好き。色鉛筆の次は輪ゴムだったが、中身が分かんないタイプの輪ゴムだね、これ。全部輪ゴムなのかな。芯がないとあの形にならないと思うんだけど。皆さんも縛りつけたの、あんたの幸せなの。そんな長ゼリフかませんよ、クイズ。あなた、いい役者になるかもよ。でも今それクイズも遅すぎでよ。これから私がじきじきに相手してやるよ。ほう。よほほほなんだろうね、不思議な敵だね。やっぱあの、髪の世界にちなんで敵なんだね。なんか気持ち悪いよ。輪ゴムってよく飛ぶよね。マッチントラップ。何その輪ゴムっぽいことしてくるの。よし。はい。なんだっけ、ダマ。普通にハンマーで。ガンバッショ10。輪ゴムがうにゃうにゃしてる。私のボヨボヨのポディにはそんな声聞かないよ。一直線です。なに復活回復した。あらまやった運が戻っちゃいました。どうしたらいいの。来るよ、ゴムでポーっちゃうよ。ガードガードタイミング、ほい。こうか、いける。さあ行こう。パチンパチン、2回行動。はい、2回行動で2倍攻撃だった。これで決まるんでねえか。神の手、はい、掴みます。引っ張って、弾く。お、あー、いい感じ。何その真ん中。くねりくねりに気持ち悪い。それが本体なのね。見たーなー、もう許せないんだよー。強烈なパチンをお見舞いしてやるんだよ。ほほー、デカゴムパチン。いた、死んだ。死んだ。42くらいなんて聞いてないよ。オッケーオッケー。うん、ビヨン、神の手ゴッドハンド。キモい動きがキモいよ。痛い、攻撃されるの。はい、あお、あ、取れない。これで死ぬ。自分のターンで死ぬ。これむずい。はい、来た。にゃ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 やったね。お、おい、こんな発声は。いい音楽流れてんね。こんな発声、うー、悔しい。こんな悲劇で幕を閉じるなんて。ああ、神よ、それをまたペラペラに味方をするのか。この私こそがマリオを倒し、彼にフィナーレを飾りたかった。
さらば。お、ゴムの自爆が。この、あ、後ろあんなに。よしよしよし。これで。スーパーサーマリオくんだね。主役はマリオくん。とこわし。ドン。ドン。ドン。オッケー。シャッパーン。よし。青で、また花びらってことね。大綺麗なんだね。パーってなる。よし、青髪切れたクリア。いやー、マリオさん、いかもでおりません。席にお参りください。それではお客様に心の準備をお願いします。ホーンテッドマンションじゃん。死ぬ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 。あんなに加算したんだろう、キノコ。おしろ大名マリオのおなら。ふふー、大丈夫ですよ。やっほー、大丈夫ですよ。イエーイ。いい。あ、おもてはないよ。うん。うん。てん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 。はい、オリビーさん。ゴム兵さん、どうしたの？お腹でも痛くなっちゃった。思い出したっす。亡くなった記憶がすべて落ちたんすよ。何？何？ゴム兵さんの思い出が戻って本当に良かったですわ。オーヤランドも楽しかったし、青手も音だし、良かったですわ。だらけですわ。初めてドカーンと押し上がるのを見たら雰囲気記憶が戻ったんすよ。だけど、兄貴とおゆうやさんとの旅の思い出は、思った曲のどれよりも楽しみです。お二人のことはこれからも絶対に忘れません。どっかを抜ける。ちょっと、ボムヘイさん。いや、まだまだ続きますよ。むしろこれからですわ。で、ボムヘイさんとお別れした私に寂しい思い出できています。兄貴とおゆうやその時まで、私は最後までずっと一緒ですわよ。じーん。私も湿気元気なので涙は出せないんですけど、今後完全に涙を残すって俺、お二人に一生ついてきます。約束っすよ。おー、いい話だ。そういう人情話ですけどよ。さあ、さあ、ということとして黄色のテープですわね。おー、背のことでやったしな。次のか風渡り台の悪役を続けるとするかね。それ勝手に進んでくれ。ありがとう、頑張って。まだ来てね。ありがとう、頑張って。まだ来てね。かわいいな。発表かわいい。全力でお見送りって感じなの。あ、上の金のとこにも。星がまた瞬く夜中に、大きな月が顔出して、いつも